は日本の帝国議会における政党立憲政友会より分離して1924年1月29日に結党し1927年6月1日に憲政会と共に回答して立憲民政党へ合同した立憲政友会の第三代総裁であった原隆首相が1921年に暗殺されると暫定的措置として 高橋コレキ清が第四大総裁となり、内閣総理大臣を後継し、高橋横田千之介らの総裁派が党を主導した。だが、これに、同党の実力者で、原高氏の後継者の一人と目されていた、常並武次郎、元田はじめらの非総裁派は、不満を抱き対立は深まった。1922年、高橋首相が内閣改造を計画すると、 中橋徳五郎文部大臣、元田はじめ鉄道大臣、山本達夫の商務大臣が、高橋の政権運営能力を批判して、内閣総辞職を主張した。内務大臣であった常波は一応これをなだめるも6月6日に、高橋内閣は倒れ、常波と並ぶ後継者候補とされていた、横田千之助は報復として、中橋、元田ら6名を半島行為を理由として除名した。 六名は12月8日に復党したものの、その後の加藤智三郎内閣、第二次、山本内閣との関係や普通選挙問題をめぐり、高橋総裁の下で普通選挙を実現しようとする、横田ら、幹部派と普通選挙よりも、政権獲得を優先すべきであるとするとこなみら、改革派との対立が深まった。1924年1月15日、 最高幹部会では、成立した、清浦内閣について、政党内閣論から反対する高橋派と、政策本位から支持を主張する反高橋派による、激論が交わされ、高橋総裁が不支持を決定した。これに反発した、常並武次郎、山本達夫、中橋徳五郎、元田はじめらは、翌1月16日に脱倒して、新党クラブの名で結束を図った。 1924年1月29日、声優本党が結成され、清浦内閣の与党となった。脱党者は、声優会首脳の見通しを上回り高橋光武、杉田定一、鳩山一郎なども加わった。当初は、総裁を置かず、総務5人の集団指導体制とした。党の理念としては、協調と妥協によって、中道を歩む、憲法政治を実現し、 政界縦断の理想を確立する、模範的政党を目指すことを掲げ、声優会に代わって国家の中核を担おうとした。1月31日、第48回帝国議会の解散時には、声優本党は149議席であり、声優会129議席、県政会103議席、革新クラブ43議席と比して、衆議院の第一党であった。しかし、 第2次五県運動が盛り上がり、関東大震災による延期の末に5月10日に投票が行われた第15回衆議院議員総選挙の結果、県政会152人、声優本党111人、声優会102人、革新クラブ30人となった。選挙の結果、五県参派連立による加藤公明内閣が6月に成立し、声優本党は野党となった。 加藤内閣への対決姿勢を明確にするため、第49回帝国議会を前に、常並を総裁に選出し、残りの総務4人は顧問へ退いた。常並は、平尾八三郎の支援で、政治資金を得ていたが、党としての政治資金調達能力としては弱かった、ため、声友本党の政治資金は主に、山本、中橋の二人が調達を担当し、この三人が、 党の実質的幹部であった。第49回帝国議会、農村振興、義務教育費の国庫負担増額、水産助成、預金物資金運用委員会設置を4、大権議案として提出した。6月9日に、臨時政務調査会が設置された当初は、院外から、前代議士や、非代議士が加わっており、戦後政治で活躍した。 王の万博やマスタニヒデジなども名を連ねた。しかし、30日以前に正式に政務調査会として発足した時点では、議員限定の組織に整理された。また、24日の大議士会では、議案提出のルール作りが制定され、院内総務や政務調査会の審議を通した党の統制が図られた。当初は、総裁を置かなかったが、選挙敗北。 衆議院第二党への転落を契機に組織を改編することとなり、6月24日の臨時大会で党則を改正して総裁を設置した。総裁は総務の山本達夫が誇示したことにより、常並武次郎がつくこととなった。1924年第50回帝国議会では、加藤公明内閣により普通選挙案が提出されると、 声優本島では25歳以上の古種に選挙権を与える修正案を提出したが、否決された。これは古種であれば、女性でも選挙権を与えるという案であった。声優界への復帰が図られたが、性本合同運動は破綻し、復帰派によるさみだれ式脱倒が起き、1925年12月29日には、鳩山一郎や中橋徳五郎など22名が、 声優会へ合流した。1926年1月20日の党大会では、顧問の川原も助などの引き締めもありなお、80人以上を、要して、キャスティングボートを握る、第3党路線を堅持した。政務委員会と並ぶ、もう一つの委員会である、党務委員会は、大会、総会の開催、入党者情報、選挙対策と統制に関して、必要に応じて、 断片的、個別的に対応していた。しかし、1926年6月2日に、高見これ道委員長が辞任し、公認に、原田左の地が配置されてからは、党務新事業として、地方の政常調査、地方青年との連絡、宣伝の普及、支部の新設、政治教育運動、 重要政策の研究などの目標と達成手段が7月に掲げられ、戦略的、系統的な党務運営が始まった。8月、5県3派の連立が崩れて、県政会単独内閣が成立した後は、声優本党が主議員におけるキャスティングボートを握る展開となる。当初は、声優会との合同の機運が高まり、田中声優会総裁と、 常コ声優本党総裁の会談により提携の申し合わせ書きが作成されたが、常コは合同には消極的であり、12月の第51帝国議会では衆議院の常任委員長ポストの割り振りをめぐって交渉が決裂した。こうした動きの中で12月29日、中橋徳五郎、鳩山一郎ほか合同促進派22名が脱党し、 翌年2月にその多くが声優会に復党した。普通選挙法により拡大した選挙権に対応するため、声優本島では都市部と地方で戦略を分けて地域組織を作り、票の掘り起こしと獲得に努めた。主に都市部では、党首名に地域の名を冠した常コ会という党首講演会を発足させて大量同意にし、国政を争点とした。 野党連携を利用した地域組織を構成した。また地方においては地元大義士を中心とした地盤固めや新規地盤を開拓するために地方組織を立ち上げた。その後、勢力が減退した声優本島は加藤公明首相が率いる与党県政会との連携と再度声優会との合同が並行して模索され議会内での存在感を維持した。 1926年12月21日、後藤新平の圧戦で、声優会と声優本島の間に提携が成立したが、1927年1月の三島主打協議後は、急速に、県政会に接近していく。1927年2月25日には、県政会と声優本島の連合が成立し、声優会は孤立した。 田中義一内閣成立後、声優会、県政会による二大政党制の色彩が強まる。中で、常並は、第三党の党首としての限界を感じ、県政会との合同に踏み切る。声優会側からの切り崩しもあって、杉田定一、元田はじめ、川原もすけなど30名の脱党者を出しながらも、1927年6月1日、両党は、 対等に合併し、旧県政会幹部の浜口裕子を総裁として、立憲民政党が結成された。決闘当初は、総裁を置かず、5人の総務による集団指導体制をとっていたが、総選挙敗北後の1924年6月24日の党大会において、党則を改正し、総裁制に移行した。現内閣、 高橋内閣の内務大臣を務めた、常並武次郎について、上杉新吉は、高い評価を与えており、1925年1月15日、純正不戦規政会のメンバーとして、五軒三派と対立していた、上杉新吉は同じく五軒三派と対峙していた、常並総裁へ、声優本島がどうあるべきかを、声優本党論の名で検索し、常並はこれを印刷。 投射して、パンフレットとして配布している。この中で、上杉は、声優本島を中心として、声優界との合同をすべきこと、普通選挙法案への対応、新有権者の取り込むことなどを進言している。これを受けて、イギリスの政党などを研究した常並みは、声優本島において、地方組織の拡充としての大議士、党員を中心に構成される。 地方支部の他に、都市部の知識人、青年層をターゲットに開かれた会合であり、総裁講演会の意味合いもある、常並会の設立に動いた。このように、声優会や県政会に比して、最も保守的と目されていた、声優本島でも普通選挙の導入による、環境変化に適応するための組織づくりを行い、名簿化政党から大衆政党へ変質を遂げていった。 なお、常波会の拡張に影響されてか、県政会においても、若月会という組織が1926年4月1日に、若月の地元である、島根県人を中心に結成され、また、若月会は、北陸でも組織された。常波会、若月会については、民政党への合同後も存続し、第1回普通選挙を戦う基盤を担った。ありがとうございます。